はい、どうも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 。おらじプーチンです。そして私は習近平です。二人合わせて、プーチンペはいはい。ということでね。 えー、我々ねちょっともう本当になんか私プーチン、えー、嫌われ者になってますけどどうですか私あのプーチン嫌われ者になってまあ私もね中国ではあのそんなに、えー、どうなんでしょう尊敬されてはいますけども愛されてるかどうか分かりませんけど、まあ、中国国民はそういうことは表現しませんから <laughs> ロシア国民は素晴らしい言どんどん私のね 反対とか言ってね、あの、えー、そういう表明してるんで、片っ端から逮捕してますけど、それにしても、あの、習近平さん、ありがとうございます。我々ロシアがね、ウクライナ、えー、に侵攻じゃなくて、あの、保護のためにね、ちょっと行ったんですけど、そしたら、あの、国連でね、安全保障理事会で、えー、中国は危険してくださってありがとうございます。いや、それはなん簡単ですよ。あの、私たちね、あの、危険な人たちなんで、危険な人たちは危険するという。<laughs> 習近平先生、先生主席、うままいいこと言いますね私はプーチン、私は習近平、二人合わせてプーチンペー <laughs> この漫才、まだやりにくいな。まあ、そういうわけで、われわれの国は、えー、ロシアも中国も権威 <laughs> 主義って言われてるわけですけど。ということは、えー、プーチンさん。 我々権威、オーソリティってことそういう問題じゃないかもしれませんけどもね。えー、というわけで、えー、その、まあ、それにしてもね、あの、なんていうんですか、もう、ウクライナは意外とね、なんかしぶといですよ。うん。どうしたらい,いんですかね、ウクライナ。<laughs> あの、 ゼレンスキー大統領というのはあの、もともとコメディアンだそうですねそうなんですよ、<う>まあだからあの、あいつたちはね根性あるだけではなくて、もう,う,うね、あのユーマンのセンスもあって、なんか道路標識をなんか変えちゃって、あの勝手に仕上がれみたいなことやってるって、ああいうユーマンのセンスは、ロシアはないんですよね。<laughs> 俺、でも、昔、あのソ連ジョークとかいうのがあったんじゃないんですか。 まああったんですけど、ロシアになったからちょっとね、私たち、亡くなっちゃったんですよ。あの、そういう意味で言うと、中国はジョークあるんですか私たち、えー、中国は、ね、中国共産党のもと一万円なので、そういうジョークというものは存在しません。僕はプーチン、私は習近平。二人合わせて、プーヒュウーウェイ。と <laughs> いうことでね、まあ本当にどうしたい。でも私たちよくこんな、シラフでこんなことできますね、周さん。 そうなんですよ私あのお酒飲まないですかパイチを飲まないですし私もあのロシア人がみんな好きなウォッカー。 飲まないですから、まあ、私たちよく調べでこういうことやってますし、モギー・ピーも、ね、よくこんなプー・キンペイっていう漫才ユニットを組んで、ね、本当にもう、メモ見ながらやってますけども、まあ、それにしてもね、バイデン、腹立ちますね、もう許せませんよ、バイデンねあの、私たちのおかげで、このプー・キンペイコンビのおかげで、中間選挙ね、あのなんか、支持率低かったのが、支持率上がるかもしれないっていうこと。 一番許せないのはね、あの偉そうなボリス・ジョンソンですよ。まあ、わかりますあの、ボリス・ジョンソンはね、はい、あの 官邸でロックダウン中にね、お酒飲んじゃってたっていう、そういう政治的なスキャンダルで、もう危なかったんでしょそ危なかったんですけど、我々のおかげでね、特にあの私、プーチンのおかげでね、もう一気にもう、もうそういうとことじゃないよってことになっちゃってね、で我々の国はまあ政治スキャンダルはないですからね。そうです、私たちの中国では、そういうね、私が例えばまずいことやって、私の政治家仲間がまずいことやっても、全部塗りつぶしあの、握りつぶしますから。 だから私たち、えー、プーキンペイはもうボリス・ジョンソンとかねそれでも、そういうスキャンダル関係ないんですけど、ただ、ね、スキャンダルで困ってたくせに、私がウクライナ侵攻したから、侵攻しなかったウクライナに助けに行ったから、もう助かってるわけですから、それにしてもわれわれを、ね、あの批判してるわけだからもう、プーキンペイとはしては、プッチン <laughs> あの、プッチンは自分だけでやっててくださいね、プーチンさんね。まあ、それにしてもあのプーチンさん 何かか大切なことを忘れてませんかえ習近平さんだって私たち仲いいじゃないですかまあ親しき中にも礼儀ですよプーチンさん何か大切なことを忘れてませんかじゃあヒント言いますよパパで始まることなんかを忘れてませんかパリーグ <laughs> あのねプーチンさん何であなた日本のプロ野球にそんな詳しいんですか <laughs> そうじゃないですじゃあもう一つヒント出しましょうパラでなんか始まることなんか忘れてませんか <laughs> 僕習近平さんには気使遣ったんですわ我々のウクライナ信,あ信号しなかったウクライナに助けに行った時も北京オリンピックはねあの終わった後にちゃんと始めたじゃないですかだからちゃんと気使遣ってるんですよ習近平さんあそれいいヒントですね北京オリンピックねパラパラなんとかってのをなんか忘れてませんか今戦争やってますしありますけどパラなんとかって忘れてませんパラなんとかなとかあ わた我々ね、こうやってコンビ組んでるから、パラパラを踊って、こうやって仲良くわかる、世界を明るくしましょうっていう、プーキンペイのパラパラって、そういうことですか違いますかな。なんて私がそういう関西弁になんなくちゃいけないんですか。習近平です、私はね、キャラ設定忘れないようにしないと。パラパラじゃないです。なんか他に何か忘れてることありませんかうん、パラパラじゃない。わがロシアでも日本の漫画、非常に人気ですけど、そのパラパラ漫画 パラパラ漫画を我々そのプーキンペイのコンビで作ろうってことですか違います。もうこれ、そんなにね、引っ張る気なかったんですけど、本当にボケますね、プーチンさん。パラパラ漫画じゃないです。パラパラ漫画じゃない。あっわかったパラシュートでしょ私、プーチンがロシアにいられなくなって、あの、パラシュートで中国に不時着して、それを習近平さん、あなたが助けてくれる。そうそう、それでね、我々、プーキンペイのね、プーチンと習近平のブロマンスが始まる。違うわ、んな それ、愛の不時着でしょ違いますよ。ほら、パラ、パラ、リンピックああ言っちゃった言っちゃった。パラリンピックですかひょっとして。習近平さん。そうですよ、あなたねちょっとど。北京オリンピック終わったら、北京パラリンピック始まるって分かってんでしょなんで、それで戦争やってんですかもうやりにくかったでしょ ?IOC にはいろいろ言われるし。 あ本当にね、やりにくいんですから。いやー、習近平さんすいません。本当はね、パラリンピック始まる前に戦闘終わる予定だったんですけど、意外とですね、ウクライナのやつらがね、しぶとくてですね、私たち中国としては困ってるんですよ。だから、ね、ウクライナの選手らを迎え入れるべきかどうかっていうのが困っちゃってるんですから。いやー、まあじゃあわかりました。ね、あの、ゼレンスキー大統領もパラリンピック呼んでください。そしたら私が、あの、 プーチンがですね、ゼレンスキー大統領と直接話しつけますから、あなたね、ちょっとまた KGB に頼んで怖いことやろうとしてるんでしょう、だめでしょ、いやー、分かった、じゃあ、私、あの習近平さんとは仲良いいけどね、このプーチンペ以外にあの、ゼレンスキー大統領とコンビで組みますよあの、ねえー、ゼレンスキー大統領とプーチンで、ね、プーチンスキーってどうですか、<laughs> プーチンさん、それ、本気で言ってます もうちょっとなんとかならないですかね、あの <laughs> その我々としては、本当困ってるんですけども <laughs>、えー、ええ習近平さん見捨てないで <laughs>、見捨てないで <laughs>、わかった、そしたらね、えー、こうしましょう、えー、私、あのー、開会式行きますから、うんと <laughs> そこにね、あのー、バイデン大統領も呼んでください。 そしたら、あの、私、あの、バイデンさんと話しつけますから。ちょっとまた、プーチンさん、またそこで、なんか、だって来るはずないでしょ、バイデンさんが。そもそも我々中国に対してボイコットをし,きって,あって,してたんですからね。だから、バイデンさんなんか呼んでも来るはずないですよ。あの、そうかな困ったなじゃあ、分かった。わかりました。あのー、パラリンピック、あの、ウクライナで一番 <laughs> 開催しましょう。 <laughs> プーチンさん、あんたなんか、もうなんか言ってること分かんなくなってるでしょ、どうやってウクライナで解散するんですか、そんな、だって、あの、危ないじゃないですか、そんなウクライナで開催したら、<laughs> まあそうなんですけどもね、まあだからプーチン好きじゃ、プーチン好キープーチンプーチンペイとしては困ったな、うん、まあね、ちょっとはっきり言って今ね、あの、えー、オチを間違えたから。<laughs> ごまかすどうやってごまかそうとかと思ってるわけですよ。本当はだから、オチは、あの、習近平さんが、あの、ゼレンスキー大統領とプーチンさんだから、こういうオチだったはずなんで、ちょっとね、オチはこういうんだって、じゃあ、プーチンさん、あなた、ゼレンスキー大統領と、あのー、コンビ組めればいいじゃないですか、っつって、あの、言ったやつで、プーチンとゼレンスキーで、プーチン好きって,ってえー、そんな、僕、プーキンペ平の方がいいコンビ見捨てないで <laughs>、っていうのが、終わりの。 ちょっと今間違っちゃったんでねえ本当に困ったもんですが <laughs> はいということでえー、プーキンペイの漫才これちょっとなかなか難しいですねあの <laughs> そもそもプーチンと習近平さんの声色をどう使い分けるかっていうのがまだえー、ちょっと未開発なんですけどただふだほらボットか ピロシキとか言って、それでロシアの感情を出して、と、何しょあっ発達中、ちょんぼちょんぼっつって、あ、これ中国の方なんだなって。でも、ほら、漫才だとテンポよく行かなきゃいしないから、そういうね、えー、決まり文句、アタックの音が使えないんで、ほんと困ったなと思ったんですけど。まあ、ということで、プーキンペイの漫才聞いていただきました。まあ、結論としては、漫才 <laughs>、プーチンさんと習近平は仲良くやっていくと。えー、奨励かわれ、わ励好きな感じで、仲良くやっていくって感じですけどね。ということで、えー、ポロンちゃんからお知らせがあります。 マイケンチは、あの、脳の,の教養 <laughs> チャンネル。こういう攻めてる、えー、コメディも配信されるから、登録してねはい。これ、ロシアのマトリオシカ人間、人形ではありません。プーチンからのお知らせでした。プチンプチン。じゃポロンちゃんからのお知らせでした。